一応お時間となりましたので。ありがとうございます。あやはさんの録画ありがとうございます。はい。お時間になりましたので、開始させていただきたいと思います。今日皆さんの、しかも金曜の、7時半という時間からご参加いただいてありがとうございます。はい。東北タブローユーザー会というところで、通算第4回目というところなんですけど、私初幹事というところで務めさせていただきます。改めまして、中村です。よろしくお願いします。はい。今日のお題はですね、私ちょっとマップ表現得意なので、そのより便利なマップ表現というところのお題と、あとは噂のブック出版秘話というところで、はい、こちらですね、の著者の方々にお集まりいただいて、開始したいというところに思います。そのマップ表現と、裏話、この本の出版の裏話に関しては、1時間程度で、あとは緩く、お話しできればというところになってます。はい。小村さん、今参加者的に言うと、なんか一般の方ほぼ入ってないけどっていうふうに見えてるけど、そうですね。徳谷さんと。なんか個別に接続先をお知らせした人を中心になっちゃってるな。テックプレイ経由の十数名の方にちゃんと伝わってるんだよね。一応、私も送信確認は、はい、したので、あと、タブロー兄さんが入れてるってことは、そういうことだよね。はい、伝了わっ解てる。です。メールは遅れてると思います。私自身も、遅れてなくて、昨日の1時に送り直したんですけど、はい。なるほどね。遅れてるかなと思います。はい。おそらく、大井さんも、あれですよね、メールから追ってきていただいたってやってますかね。はい、メールから来てます。なかなだかあれだよから。ね、テックプレイってメールが直前で来るっていう認識がね、気づかなかったりするのもあるよね。まあ、順次入っていただけるということで、はい。はい、ありがとうございま今、お一人追加で入ってこられました。す。ありがとうございます。はい。ではですね、皆さん、だいぶご存知の方もいらっしゃると思いますけど、軽く自己紹介等も、していただければと思います。はい。では私ら、中村と申します。後で話もするので、自己紹介スライド作ってるので簡単に言います。今、仙台に住んでます。仕事は NTT ドコモでネットワーク系のエンジニアをやっていて、14年目、くらいの、職歴です。で、タブローと出会ったのは早かったんですけど、最近どっぷりハマりだしたと。いう、あ、どっぷり触り出したという感じです。タブロー歴で言うと、出会ってから多分5年とかですかね。はい。です。で、今は主にタブローパブリックを触ってる時間が長いというところです。特技は、キキコーヒーですね。僕、黒エプロン、スターバックスで働いてたんで、黒エプロン持ってますが、特技はコーヒーを聞き当てるというところと、趣味は、岩を登ってます。ボルダリングしてます。くらいですね。はい。やべ、好きな麺とかって。はい、以上です。はい。では、次、相原さんお願いしていいですか？同じジャンプ曲の。はい。お疲れ様です。相原と申します。私はですね、仙台でして、私は NTT データ東北というところの会社におります。で、タブローと出会ってるのは、ビジネス上でタブローを買い始めて、大体2年くらいになっていて、タブローと関係しては2年くらいで、ユーザー歴は、っていう感じです。で、もともとドコモの古川さんと一緒に、このタブローの東北ユーザー会の立ち上げのところからちょっと関わらせていただいているというところになってますと。で、あと、データ東北、NTT データ東北でもう一人ですね、佐々木秀哉というメンバーがいまして、そちらのめでたく先日タブロー、あーとデータセーバー合格したんですけども、ちょっと今日は育休中というところでお休みになってます。はい。趣味とか特技とかは特になくて、どこでも寝れるとかそれくらいですかね。はい。ところで、はい。今日はちょっとよろしくお願いいたします。じゃあ、どんどん次を指名していく形にしましょうか。じゃあ、私から見て隣にいらっしゃるので、荒木さん、お願いしてもよろしいですか？荒木と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。住まいは東京都の海沿いに住んでます。はい。所属はですね、背景にもある通り、マッチグループっていうところの子会社である株式会社ウィレカってところに所属してます。
まあ、会社名だけ言っても伝わらないので、あのサービス名を言うと一発で皆さん理解できるかなと思うので、あのサービス名を言いますと、あのペアーズというマッチングアプリの運営をしている会社になります。はい。で、そうですね、タブロー歴ですけど、前々職からカウントしているので何年ぐらいだろう、2016年だから6年ぐらいですかね。はい。で、最初はちょっとその前々職で、BI ツール作ってたんで、まあ、タブローがガチの競合だったっていうところもあって、あの結構ハックしたりとかしてたんですけど、前職からあのユーザーとなって、あのずっと使い倒してます。はい。で、あと、今日参加されてる、徳谷さんとか木村さんとかと同じ、あの KT の弟子 の, あのデータセーバーのつながりで今回参加させていただくことになってます。はい。特技とか趣味とか、あの好きな面が消えてる。はい。消えちゃいました。特技、なんか突筆すべきことそんなないんですけど、まあ、あのなんか別コミュニティで BI ツールの研究所っていうようなあのコミュニティしてるんですけど、まあ、あのまあ、趣味というか、なんか BI オタクのおじさんです。はい。あとは、なんか個別の趣味とか、あの、多分数え切れないぐらいあるんですけど、あ、最近はずっと、あの、エルデンリングっていうゲームをしてます。なので、あの、ゲーム好きな方とつながれればいいかと思います。よろしくお願いします。で、次を当てる系の、はい、ゲームですよね。ゲームです。じゃあ、徳谷さんどうぞ。おそらくミュートかな。ごめんなさい、ミュートで話してました。徳谷と申します。会社はあの NEC ソリューションイノベーターという NEC の子会社にいます。で、タブロー界隈だと超有名なトモさんと同じ会社ですという、なんかそういった方があの伝わりやすいのかなっていう感じがあるんですけども。はい。レスマイはっていうと、あの千葉県に住んでおります。千葉県内陸の方にいます。はい。で、仕事はですね、会社の中の、まあ、あの情報システム部門にいて、あの、まあ、社内にタブローの活用の推進を広めたりとか、まあ、あのスタッフ部門からの依頼で分析作業とかあのしたりしてるという、そんなところになります。で、まあ、タブロー歴は、2015年からなんで、まあ、7年近くになるかなというところです。で、まあ、タブローとの関係は、まあ、もうあの今言ってきたところでかなり業務でも使いつつ、あのパブリックでもあのかなりタブローオタで、最近朝早く目が覚めちゃって、まあ、3時とかから目が覚めるんですね。もうちょっと老人体質なんで、でやることないんで、ひたすらワークアウトベンツでやったりとか、まあ、そんな感じで、だいぶタブロー中毒者になってます。で、まあ、特技とか趣味っていうと、なんか、あんまり、なんかこう言いづらくなってきたんですけど、まあ、大学の頃からあの体操をやってて、あの、回るやつですね。あの、床運動とか鉄棒とか。で、あの、昔はよく、なんか人前でもやってたんですけど、もう40超えるとだんだんしんどくなってきたんで、あまりもう趣味とも特技も言えないんですけども、まあ、ちょっとそういうところもありますというぐらいになります。はい、よろしくお願いします。次、誰か指名すればいいですね。はい、そうですね。どなたがでも。はい、じゃあちょっと私の画面に映ってるタブロー社の木村さん、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、タブロー社からやってまいりました木村と申します。皆様、ありがとうございます。よろしくお願いします。いつもタブローを使っていただいてありがとうございますですね。はい、住まいはですね、東京に住んでいまして、すいません、あまり東北とのつながりはあんまりないんですけど、前々職の時にですね、青森に工場があって、たまにあの出張で行ってたんですけど、出張に行くと必ずあのホヤっていうのをなんか食べさせていただくんですね。あの好きだと言ったことは特にないんですけど、毎回出してくれるということですね。あのそんな思い出がちょっとあの青森県にあるかなという形でございます。はい。で、お仕事はあのタブローでですね、あのカスタマーサクセスという仕事をしております。あの、まあ、あのタブロー
買っていただいた後のですね、割とこうアフターフォロー的なお仕事なんですけれども、それこそ、ね、まあ、トフトネさんとかとです、ね、一緒になってこうお客様の中のデータドリブンのこう定着をまあサポートしますよといったような、仕事をさせていただいております。タブロ歴は5年ぐらいですかね。はい、でタブロとの関係でいうと、まあ、今はもちろん社員なんですけど、昔はですね、タブロ全マスターというのをやらせていただいてたので、まあ、その時にですね、まあ、非常にこうタブロの世界とか、そのコンセプトとかまあ非常に好きになってといったところで、もうそれが高じて、まあ、ついに社員になってしまいましたということでございますので、特技と趣味も、まあ、あえて言うなら実はタブロですというかですね、仕事もタブローで趣味もタブローという感じに実際になっているかなと思いますけども、まあ、それ以外で言うとですね、結構最近漫画読むのが割と好きで、昔の漫画で言うと、まあ、ジョジョの奇妙な冒険とかですね、最近の臨済中のやつで言うと、キングダムとかね、かなり一生懸命読んでますという形でございます。今日はよろしくお願いします。途中ですね、次があって8時でごめんなさい、抜けなきゃいけないんですけど、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、そうですね、じゃあ次ですね、じゃあ木村つながりでゆきさんお願いできればと思います。木村つながりいただきました。はい、はい、もう一人、私はですね NTT ドコモに所属してます、木村と申します。東北ユーザー会です。皆さん東北にゆかりのあるエピソード、すいません、なかなか乏しいメンバーに来ていただいて非常に心強いんですが、私が東北ユーザー会にいるのは青森県青森市生まれ、自宅は仙台市在住、今日も今仙台におります。今職場はですね東京の、本社の職場に勤務しているので、単身で、東京に、まあ、たまに住みながら、なんか最近テレワークが多いので仙台に自宅にいながら仕事を過ごすことが結構今多い状態です。ということで東日本中心に3拠点あるような、まあ、そんなライフスタイルになっております。でタブロー歴3年ぐらいになったのかな。仕事と絡めて言うと、社内のですね、まあ、タブローだけじゃないんですけど、データ活用系の人材育成をですね、全社的にいろんな企画を考えたり運営したりみたいな、そんな仕事を、やっております。特技趣味はですね、先ほど言った生まれが青森県の青森市なので、青森のお祭り、ねぶた祭りのお囃子があるんですね。ねぶた囃子っていうのをずっと子どもの頃からやってて、横笛を吹くのが趣味であり特技であり生きがいでありみたいな、そんな生活をしております。よろしくお願いします。じゃあ残る人はあ、いらっしゃいますね、いろいろ。はい、中山さん、大井さん、タブロー兄さんは電車中なので、まあ、お話しいただけ、ちょっと環境的に難しければという感じがしますが、はい、じゃあ、大井さんに振ろうかな。大井さん、どうぞ。はい、大井です。すいません、ちょっと私も、もうちょっとで子供が学童から帰ってくるので、なんか途中ざわざわしちゃうかもしれないですけど、はい、名前は大井のりこです。住まいは東京に住んでます。仕事はドコモの法人営業部で営業推進だったり施策の推進とか DX の推進しています。タブロー歴はようやく1年半ぐらい経ったのかな。タブローとの関係はすいません、なんかユーザー会とかではわちゃわちゃ関わらせてもらってるんですが、業務的には別の業務が忙しくなっちゃって、なかなか月に1回触れるかどうかぐらいの薄い関係になってきております。ちょっと自分ではなかなか手が動かせないので、他力を使ってっていうことで、優秀な人を育てたいっていうところで貢献させていただいてる感じです。特技というか趣味は今、筋トレです。体力がないので、結構ジムで筋トレ、バーベル上げたりとかスクワットしたりとか定期的にやってます。はい、こんな感じでいいのかな。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、大井さん東北歴もあるってさっき伺ったんで、東北にゆかりがある。東北にゆかりはありますが、先祖が東北にいたのと、仲良しの子が東北にいて、子供産む前に仙台の方のには
行ったことがあるんですが、あとは業務で新幹線で仙台まで行ったぐらいで、仙台より先はあんまり、あ、でもそっか、旦那の実家が青森、実家？旦那の先祖が青森ですね、そういえば。はい。十分です。すみません、ちょっと家族には、はい、私の先祖と旦那の先祖に青森の、青森線、東北の方がいる感じです。はい。はい、その高じゃあ振っていただいていいですか、ね、あ、はい。誰？残すは中山さんか、リエさん。はい、そうですね。あ、リエさん、こんにちは。声出せますか？久しぶりです。久しぶりです。振ります。ありがとうございます。あと、東北ユーザー会の竹井です。お世話になっております。とですね、東北にゆかりのあるというか、宮城県在住でと昨年度までドコモ CS 東北の方でお世話になっておりました。で、木村さんのシステムのおかげで、はい、とタブローのアンバサダーの方ですね、取得させていただいたというところです。ありがとうございました。はい。そのつながりでですね、今はですね、他社のエンジニアグループ、エンジニアのですね、会社さんの方に登録させていただきまして、ダッシュボードの作成、タブローのですね、ダッシュボードの作成を行っております。なかなかちょっとブランクが今年の4月から入ったので、ちょっと半年ぐらいブランクがあったので、今、再勉強中しながらタブローの方に熱中している最中です。趣味の方もタブローと、あともう一つの、まあ、趣味というか、もう趣味を超えているのがスピッツが大好きで、スピッツをどうにかタブローで表現できないかなと思って、そちらの方を、はい、あのダッシュボード化しているところです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。そうですね、なんかスピッツが好きっていう噂は伺ってました。よろしくお願いします。会話につながっておりましたか。はい、よろしくお願いします。はい、では、こちら振らせていただきます。では、中山さん、今ご発声できそうであればお願いします。はい、中山と申します、よろしくお願いします。すいません、一生懸命やってるんですけど、なぜかカメラがつけてるんですけど、真っ暗ですよね、きっと。すいません、ね、このままちょっと理由不明ですけど、ちょっとこのまま突っ走らせていただきます。はい、中山純と申します。住まいが今、東京の、葛飾区、いわゆる柴又の近くの、ところに住んでおりまして、仕事はですね、株式会社カインズというホームセンターの、中におりまして、ここで、かなりタブローのユーザー、増えております。うん百単位の、ユーザーがかなりおりまして、ここのですね、社内研修とか、あとはこちら IT リテラシー、かなりばらつきがある中で、どのように社内でタブロ普及させていくかというところの研修のプログラムを組んだり、社内の講師やったり、最近は e ラーニング作っておりまして、今も気合い入れて30分入れた動画がなかなかアップされないまま今ここ来てるんで、この9時くらいに終わるかなって思いながら今見ているような、そのような、タイプことをやっています。タブロー歴としてはですね、前々職からタブローを、やっておりますので、転職しながらもなんだかんだタブローと、関わる、仕事をやっておりますので、もう6、7年くらいはやってるかなというところでございます。特技趣味はですね、ですね、大学の時に映画の研究というのをしていたので、今でも映画大好きです。で、よく誤解されるんですけど、黒澤明とか小津安二郎とか、そういう芸術的な、ものを見ているんですけれども、家で見てるのはもっぱらホラーとか、本当にあった怖い話とか、そういうものが大好きで、特に、はい、怪談シミ目袋とか、本当にあった呪いのビデオとか、あるいは全巻制覇してるくらい、ノート取って見てるくらいありますので、はい。その中で言及された地域ですね、それをマッピングして、私、幽霊は信じてないんですけれども、
どこが出ると、界隈の人たちに使われやすいか、やってみたりとか、そういう、はい、ところでも、タブローさんにはお世話になってます。誰も見てくれないですけどね。はい。というところで、はい、東北のつながりとしては、そんなにないですけど、そういうところで、国内旅行が、結構好き。信じてないけど、心霊スポット行ったりとか、好きなので、東北は結構楽しいですというところと、あと、父親が3年ほどですね、仙台で、単身赴任、某企業の子会社、出向で行った時に、毎年夏休み仙台行くというところで行って、何をするわけでもない、父親の社宅でゴロゴロしてたんですけど、その時はもう仙台歩き回ったり、ローカル線行ったりして、思い入れがあるので、はい、今日とても楽しみに来ていたという次第、来ているという次第となります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい。それでは最後、タブロニさんのご自宅に疲れたというところですので、お願いいたします。お願いします。見えますか。すみません、どうも。タブロニさんというアカウントを運用しています、高野と申します。本日はよろしくお願いします。まず、何でしたっけ。住まいは今、東京に住んでおります。で出身は群馬県になります。でちょっと東北との関係なんですけど、妻が仙台、実家が仙台でして、その関係で一応、はい、無理やりなんですけど、つながっております。で、今度のゴールデンウィークにも、仙台の方に行こうと思っています。はい。で仕事としましては、今、2社目で中途で、ちょっと日立グループ系の会社に所属してまして、業務内容としては、そうですね、社内外の、データ活用だったり、そのタブローを使った、ダッシュボードの作成というところを担当してます。で、タブロー歴なんですけど、中途で2社目で入った会社が2020年の9月になりますので、約1年と7ヶ月ぐらい。になります。で、タブローとの関係はいつもお世話になってます。はい、常に、はい、業務で使わせていただいております。で、特技とか趣味とかですが、たまにですけど、野球の試合に、試合にする方でも行ったり、見に行ったりしてます。はい、そんな感じですね。はい。すみません。よろしくお願いします。はい。すみません。ありがとうございます。しかも、電車内から聞いていただいてありがとうございます。今、ちょっと帰宅したので、ごめんなさい。はい。すみません。はい。ではですね、改めまして、よろしくお願いします。皆様、では改めまして、よろしくお願いします。はい。ではですね、パート1、移っていきたいと思います。今って見えてますかね、マップ表現の進めみたいなところで。今なんか、テックプレイの画面が見えてますね。じゃあ違うな。これじゃない。あ、逆か。わかりました。あ、こっちですね。マップ表現の進め。はい、見えてます。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、私の方が得意なマップ表現を進めというところで、お話しさせていただきたいと思います。はい、中村典人と申します。出身は鹿児島ですと。で、2018年からドコモに入社しまして、新入社員から入ってまして、北上を続けてます。正確に言うと、北行って南、東京に戻って、北行って東京に戻って、宮城に行ってと。で、多分次東京なんじゃないかって思ってます。はい。主な仕事はですね、今で言うと 5G の、基地局っていう設備、5G のエリアを広げていくっていうのが簡単な言うとお仕事です。はい。はい。で、でもそうですね。今、データセーバーを目指して試験の真っ最中で、ついこの前、初めて 3D で KT さんを拝見するという体験をしました。というところになってます。はい。ではですね、アウトラインとして、このような流れでいきたいと思います。はい。で、皆さん、あんまりタブローで、マップ表現って、ピンとこないというか、そんなに対応されないかなと
というふうに思いますけれども、まだやはり図表のイメージが強いですよねというところになっています。でもですね、マップ表現も非常に便利です。っていうのも、2020.4 っていうバージョンからですね、今までそれまでは2レイヤーっていうところしか表現できなかったんですけれども、複数レイヤーが表示可能になりました。それを、格段にマップ表現の、表現の幅が広がっているかなというふうに思っています。はい。で、ちょっとベーシックなものから、ちょっとマニアックなものまで、ご紹介できればというふうに思います。はい。これが今までのマップ表現ですね、というところでご説明します。はい。タブロ非常に賢くて、都道府県に地理的な役割を入れると、勝手に緯度経度を生成してくれて、マップ表現できています。おそらく、今日いらっしゃってる皆さんも割とヘビーユーザーの方が多いので、おそらく、スッと入ってくるかなと思います。はい。で、今まで、この二重軸みたいなものを使って、二レイヤー重ねられますよ。で、よく対応されるケースが多いのかなっていうのは、フィルターのところで地図表現を使うというところが多いかなというふうに思ってみています。はい。で、こちら、タブロー公式サイトにあるマップ表現、タチタチというところで、こういうさまざまな表現が提示されていますというところになっています。はい。では、2020.4 からですね、複数レイヤー使えるっていうところで、その例をこれから示していきたいと思います。まず、数値データっていうところと、あと、これの次の章で、シェープデータ、いわゆる空間データを使ったところを、はい、表現の説明をしていきたいと思います。はい。ではですね、数値データ、CSV を向いていただくと、いいかなと思うんですけれども、CSV に緯度とか経度というものが入っている場合のマップ表というところになります。お題は、ワークアウトウェンズデーというところで、2020のウィーク13、3月の28でしたかね、はい、に出されたお題というところになっています。はい、で、もう皆さん、おそらくワークアウトウェンズデーは説明するしなくても大丈夫ですかね。皆さん。はい。水曜日にお題が出て、その表現を再現するワークアウトというところになります。マイクロソフトネットワーク BI 版もありますが、まずはタブローというところになります。この時のお題が、複数のマークレイヤーを使えますか、表現できますかというところになっていました。で、US フライトデータ、US のフライトルート、航空ルート、飛行ルートか、というところになっています。で、これ今回は、飛行ルートの例でしたけれども、例えば真ん中に自分のお店があって、競合だとか、もしくはターゲットとなり得るポイントがどこにあるかみたいなところは、別といいますか、違う表現できるかなというふうに、利用できるかというふうに思っています。はい、簡単にデータセットの中身ですけれども、エアポートがあって、出発の地点、あとは、自分がもともといる地点というところが表現されているようなデータになっています。はい。で、最終的な答えの構成ですけれども、おそらくも徳谷さんと書かれてたような気がしますけど、はい。4つのマークレイヤーを重ねているというようなところが、答えとなっています。で、じゃあどうやってったの？4つ重ねたっていうのは、点が、上が一番最初の黒点で出発空港。で、範囲内の空港を示してください。デパーチャー、到着空港で範囲内を示してくださいっていうところが2点目。で、3点目がですね、その点と点を結んでくださいっていうライン。で、そのバッファーってなってます。はい。で、そうです。コメントいただいた通り、地図関数使いまくって、これを表現してます。はい。緯度と経度からジオメトリを作る、複数のレイヤーを重ねるときのポイントとすると、二重軸ではなくて、ジオメトリという地図情報を作るというところが、一番のポイントになってきます。それをやって、その地理情報を重ねるということができるというところになっています。点作ったり、距離を測ったり、線を作ったり、で、範囲内の、線ではなくて範囲内の円を同心円上に書くと。いうようなところで表現できているというところでなります。で、メイクポイント関数で点と点を与えるとか、点と点の距離を計測するとか、
はい、というところになってます。で、そうですね、最後にその作った事物データをこのマークレイヤーというところにボンボンボンってぶっ込むと、先ほどみたいな、はい、この4つの線になります。細かいところで言うと、パラメータ使って絞ったりみたいなところもやってるんですけど、今回は一旦割愛したいと思います。はい。まあ、これが実際の、詳細に落とし込んだものなので、資料共有を後ほどするさせていただきますので、メールでお送りさせていただきますので、まあ、ワークアウトしていただければと思います。はい。で、今のがですね、CSV の中に緯度経度が入った場合の、地図表現だったんですけれども、それで物足りないと言いますか、数値データじゃないんだと。シェープデータを触りたいという方がいらっしゃるかなと思っていったんですが、こしらえた資料がこちらになります。はい。で、今回の私、これ、独自で考えましたが、宮城県の、路線のデータと、あとは駅のデータっていうところがありました。で、最後に、1キロメッシュの人口っていう情報の3シェープデータを使用して、完成してます。熱くなってきた。はい。でですね、データは、国土交通省のオープンデータで、ですね。よっ。はい。国土交通省が出しているこういったデータになってますっていうのが、このいろんな情報あるんですけれども、で今回は、はい、この鉄道系のデータを持ってきてますと。ところに、はい、はい、でとこれの想定されるケースですけれども、さっきの点データではなくて、実際に面とかであるデータ、シェープのデータ使って、人口密度の地区と、駅の相関、もしくはどんな路線があるんだみたいなのを視覚的に探索するようなダッシュボードをイメージしています。はい。で、データソースの中身は、データソースの元はですね、さっきの国土交通省のデータになっています。で、じゃあ実際どうやってくっつけましたかっていうのがもうこちら表現してるんですけども、結合を使って、一番ぶつけたい1キロ四方のシェープデータに、路線情報と駅情報をぶつけましたと。というところになっています。で、これだけだとちょっとよくわからないと思うので、この後ちょっと詳細に説明していきたいと思います。で、空間データ、シェープデータ系を表示するときのポイントもなんですけれども、さっきのやつはジオメトリーデータを作るというところでしたが、今回はちょっと違っていて、結合をさせる必要があります。で、その結合はリレーションではなくて、テーブル結合してくださいというところがメインとなっています。でこちらなんですけれども、ジオメトリーとジオメトリーを、イコールとか、ここ、大きい小さいが出てきますけど、インターセクツというところを使っていただくと結合できます。で、結合の種類については、ちょっと実例交えて、表現してみました。で、一番左がですね、両方が交差するところができるのが内部、左、右に関しては、左側、今回で言うと、1キロ四方の宮城県の四角ですけれど、メッシュですけど、この場合は、左側が保持される。で、一番右の完全外部を使うと、両方ぶつかるところ、これ実は路線図全国のやつなんですけれども、ベースとなっているメッシュデータが宮城に絞っているので、さっき左はこういうふうに出てきたというところになっています。はい。で、あとは3つを重ねるだけ、さっきの手順で、マークレイヤーに3つ重ねるだけなんですけれども、1個、ちょっとタブローっぽい表現でできるかなというものは、ここのジオメトリーっていうところの自動ではなくて、この、ここですね。はい。丸、三角、四角の形状に持っていくと、サイズ変更とかも可能になるので、今これ、乗降客数の大きさで、サイズを変えてるんですけれども、まあ、そういった表現も可能になってきますというところになります。はい。で、これちょっと、当たり前かもしれないんですけれども、並び順は、上から順に重なっていってるところになるので、上は等価にした方が割と透けて見えてきますと。
はい、というところになります。だいぶ駆け足で喋りましたけど、だいぶ負けました、ね。はい、少しでもマップ表現に興味を持っていただけると幸いですと。はい、で、アペンディクスでですね、ちょっとマニアックな地図表現というところで、マップ使わないマップ表現というところも一旦お持ちしました。私のパブリックに投稿させていただいているビジュアライゼーションなんですけども、これも実はマップ表現を使って表現しているというものになっています。JTUG、なんて読むのが正しいですか、DVEL プロジェクトっていうところで、つい先週の、金曜日から土曜日、金曜日から日曜日、はい、飾られましたというところです。はい。では、こちらも、ちょっと前に、はい、どういうふうに作りますかみたいなところも丁寧に説明しているので、後ほど資料を共有させていただければなと思います。はい、最初はこんな感じです。地理上に載せると、アフリカのちょっと、はい、端のところに出てきてるんですけれども、それに加工に加工を重ねて、お結晶すると、まあ、こうなりますというようなところになっています。はい、すみません、だいぶ駆け足になりましたが、私からのマップ表現の説明以上となります。はい、ありがとうございました。はい、では、メインイベントに紹介をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、ではですね、本日の目玉です。動き出すデータドリブン組織の作り方、出版秘話というところで、一旦結城さんにお引き継いでよろしいですか。あ、いいですよ。はい、では田村さん、マップのやつ、なんかこう、みんなから何かコメントとか質問受けたりしなくてもよかったの？大丈夫かな？受けたいですっていう言い方がおかしいです。どうぞどうぞ。あ、いいですか？うん、もったいないので、せっかくなので。ありがとうございます。ご配慮いただいてありがとうございます。今のマップ表現で、もうちょっと丁寧に教えてくれとか、質問コメントあればいただければと思います。一応、それなりにタブローパブリックは開いて準備はしてます。か、ここちょっと分かりづらいというか、もっと丁寧にとかもあれば、はい、言っていただければと思います。あ、そうしましたら中山よろしいでしょうか。はい、お願いします。すみません、ローレンツ関数、ローレンツ変換のところ、はい、すごく気になって原理が分からなかったんですけど、はいはい、これってローレンツ方程式で計算をして出しました、この左側の小数ですね、はい、小数が出ていて、はいはい、これを何ですかね、地図上の座標として読ませた、はい、ああそういうことか。そうです。なのでメイクポイントで、この x と y のメイクポイントを作って、はい、次 y と z、はい、次 z と x、ね。ああなるほど。なるほどですね。はあ、い。なるほど。あ、なんかここ食いついていただけるとだいぶ僕もちょっと嬉しいです、ね。これどうやったんだろうって。あ、そういうことか。はい、これですね、ポイント XY、ポイント Y、はい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 、はい、この3つを重ねて極限までこう等価動して、なるほど。あ、座標を使いつつ地図じゃないっていうことですね。あ、そういうことですね。はい、だって最初は普通に X と Y に行と列に入れてて、はい、1枚ずつ表現してたんですけど、はい、面白くないなって思って。はい、なんなら重ねられるな、そういえばと思って重ねてみました。なるほどですね。あ、はい、このプチ立体感なんだろうってすごい思ってたんです。あ、わかりました。ありがとうございます。一見大変だろうけど、面白いですね、これ。はい、ありがとうございます。はい。すごい面白いです、これ。ありがとうございます。よかったです。木村さん、僕だいぶ満足しました、今のご質問いただいて。あ、他にあればいかがですか。大丈夫ですか、ね、はい、では木村祐樹さんにつなげしたいと思います。お願いします。はい、ではですね、画面をいただこうかな。これ画面共有はみんなできますか？ああ、できそうだな。大丈夫ですか？はい。
これフルスクリーンで共有中のつもりですがどうですか？ OK です。はい、ではですね、動き出すデータドリブン組織の作り方というですね、実は本を、何名かで共同執筆ということで出版することができましたということで、今日はですねこの東北居酒屋の時間の中で出版にまつわるいろんな話っていうのができればなと思っております。ちょっとメンバーは後ほど紹介しながら、進めさせてくださいということで、ですね、これAmazon にも載っているビジュアルをそのまま紹介です。左側がですね表紙、こういうこうネイビーっぽいこの表紙でございます。でタイトルこの通りで、ちょっと真ん中にありますがタブローブループリントに学ぶ実践的アプローチということで、タブローにはですねブループリントっていうなんか組織浸透論というか、どういうふうなこうやり方で組織の中に社内で広めていくかみたいな、いろんなこうセオリーをまとめたようなブループリントというドキュメントがあります。それを読むとすごい何百ページにもなるので、かつ翻訳じみた日本語だったりするので読みづらいところも実はあったりするんですけれども、そういったものを参考にしながら、どうやってこう組織に広めていくかというところをポイント絞って一冊にしたというのが特徴的なものだと思っております。はい、でですね、どんな章構成か、コンテンツがこんな感じになっていまして、1から5の章に、戦略とチームアジャイル性、スキル、コミュニティ、ガバナンスという章構成で書きました。で書きましたというどんなメンバーで書いたかっていうのがこちらに書いている著者メンバーです。総勢7名ですね。コラムとか書いてもらったメンバー含めてもう少し増えたりするんですが、7名で、共同執筆という形で、やりました。で社名とか並んでおりますが、これこの書籍に書いている通り、載せておりますので、はい、ぜひぜひご確認ください。ご覧の通りかなりですね多岐にわたる業種業態があまり統一感のない、むしろそれが良かったっていう感じがしますが、そのメンバーで、書いた本になっております。ということで、ですね、今日はですね私がドコモに所属します木村です。で今日は声掛けをして徳谷さん、そして荒木さん、先ほど冒頭自己紹介しましたが、この2名にお声掛けして今日この場に参加いただいております。このネタがあるのでお声掛けしたという感じでございます。なのでこの3人でちょっとこの後いろんなお話に触れていければなと思っております。よろしくお願いします。ということで、じゃあどうしてこの本書くことになったわけというきっかけのお話ですね。そこ少し触れたいと思います。で、これはですね、今画面にフルスクリーンになってますが、データセーバーという、タブローのですね、認定資格といいますか、勉強して認定試験を受けたりして、合格すると得られる、称号みたいな、ユーザー認定制度があります。今のユーザー認定制度、今いろんな方がいろんな師匠に弟子入りをしてですね勉強したりするっていうのの中で運用してるんですけれども、実はですね、2019年頃はこういった集まって勉強するというブートキャンプ形式が行われてました。そこの同期でやったっていう感じですね。はい、ということで著者陣をちょっと矢印で書いてみると映ってるかな。はい、これ実はですねブートキャンプの8期生というメンバーだったりするんですけど、そこにいるメンバーで一緒に書きましたっていうのがきっかけになります。じゃあどうやって一緒に書いたのっていうと、ちょうど今日いる荒木さんとか徳谷さんが一緒に載ってる記事がですねまだ載せてるので、ちょっとウェブ記事これ興味あればぜひぜひ読んでいただければと思いますが、一緒にですねブートキャンプで勉強してた時期って2019年の春頃だったんですね。でその一緒に学んだ同期メンバーで、2019年というかその後だと思うんですけど、ふとした飲み会がありまして、その場で結局事の発端はこの飲み会だったなというところで、
ございます。ということで、徳谷さん、荒木さん、お二人ともいたんでしたっけ、この飲み会って。私は行きました。徳谷さんいましたよね。荒木さんっていらっしゃった、いらっしゃいました、ね。僕だけはぶられた状態で。なんかね、荒、はい、木さんはいなかったよね、この時ね。はい。そうなんですよ。で、何人かいたんですよ。で、何人かいて、新橋かどっかの、なんかの宮だったのかもしれないですが、さっきのスライドで、結局、こんなにいたんです。30人ぐらいいたんです。で、これ、同じ会社からなんか来てるわけではないんですよね。で、業種業態もすごくこう、関係ない、まあ、関係ないというか、全くなんかこう、つながりのない各社から30人ぐらい集まって、ワイワイ3ヶ月間勉強し続けたわけです。で、当時は、銀座6にオフィスを構えてたタブロージャパンのオフィスフロアに、まあ、大体毎週もしくは2週に1回ぐらいのペースで、あの銀座のタブローのオフィスにみんな集まって、まあ、その2週間とか1週間の間に課された課題を一生懸命解いて持ち込んだりですね、ここに集まっている1日間はもうグループワークとかでけんけんがくがくいろんな議論をしたりみたいな、そんな仲間だったんですね。で、そんな仲間で、これ終わっても当然、まあ、たまにいろんな機会設けて飲みに行ったりしてたんですね。そうすると、なんかいろんな得意な分野がありそうだよねって。なんか我々でなんかやったら、いろんなことできんじゃねえかっていう、まあ、飲みのノリの会話の中でそんな話題になり、まあ、酔っ払ってる某メンバーは、なんか俺らで会社作っちゃったらいいんじゃないかみたいな話を教えたりする飲み会だったんです。そんな中で、なんかノウハウとかナレッジ本の一冊にでもなりそうじゃねえかっていうのがきっかけだったかなと思います。徳谷さんはなんかそんな感じでしたかね。はい、そんな感じで本を書けるんじゃないみたいな振りに対して誰も否定することなく、ほらいけいけよみたいなこの感じでした。そうなんですよ。で、荒木さんに至ってはその場にもいないのに巻き込まれたっていう感じの人なんですけど。はい、今絶賛ノートで経緯を書いてたんですけど、そのうちリリースする予定だったんですけど、Facebook メッセンジャーでなぜか僕の名前が載ってるみたいな。そうそう、そんな感じですかね。その飲み会参加してねえのに、あれなんで僕の名前があるんだみたいな。なんかそういうノリから始まってました。今でもこのメンバーは、そう、メッセンジャーのグループで、たまにこうやりとりがあって、特に最近やりとりがあるのは、なんか仕事変えたよみたいなのが、おーおーってワイワイ騒いだりするっていう、そういうふうに使ってますが。そうなんですよ。で、飲み会の帰り道ぐらいなのかな、みんなが誰かが家に帰ったぐらいのタイミングなんですかね。半分以上張ったりで、じゃあ出版というか執筆することになりましたって、誰かが書いたんです。誰かっていうのは山崎さんだったと私は記憶してますな。もうノリでですね、書くことにしましたっていうのは突然来たんですよね。結局はそんなことがきっかけでありました。はい。で、じゃあそんな書くことにしようぜと、ナレッジがいくらあっても、そうやって本出せるのっていう話なんですよね。で、ここからはどちらかというとどうやったら本って出るのって話なんですけど、私も知りませんでした。で、ここにいる徳谷さんとか荒木さんもそんなにノウハウがあるわけではなかったんですね。で、どうやったのっていうと、このうちの一人のメンバーですね、小野さん、ここにいらっしゃいます。で、小野さんという方が実はですね、まあ、コンサル系のお仕事をされてたり、まあ、してたりして、で、まあ、当時2020年になりかけ、ちょうどテレワークっていうのは世の中の当たり前になっていくよっていう、まあ、その立ち上がり期だったのかな。テレワーク本みたいな、テレワークの勧め的な、ビジネス書をですね、執筆されたんです。っていう執筆経験があるメンバーが一人いたっていうのはすごくこうキーになりましたね。ということで、どうやったら出版できるかというと、すごく端的に言うと、出版社が出す気になってくれないと本は出ないものが多いと思います。よっぽど著名なこう本を書く方、文章を書ける方だと声がかかるんでしょうけど、私たちのような
企画しか持ってない人たちっていうのは、あの出版社どちらかの出版社の企画会議で通らない と、本は出ないものだと思ってます。なんかいろんなパターンあると思いますが、私たちはそうだとその中でやりました。でさっき言った小野さんがあのいろんなところにこう少しこう聞いてみようかっていうところを具体的に動いてくれた結果ですね、なんかそんなに何社もこう暗夜することなく結構早めの段階で、ある程度その骨子部分だけで企画をなんとなく通りそうな感じになってきたっていうのがあの私の記憶なんですが、なんかこの辺ってなんかあります？荒木さんとかその辺企画段階でどんな感じでしたっけ？そうですね、なんか最初はなんか各々書きたいものをあのピックアップしてなんか99のアイデアみたいなノリであの企画案通そうと思ったんですけど、なんかやっぱり結局あの出版社の方もあの売れる本を出したいっていうところのなんかその辺のあのなんか思いっていうのがあったので、なんか徐々にあのそっちの方に流れていくというか、あの読者が読みたい内容ってなんだっけっていうところをなんか考えつつ、なんか最終的な章立てにつながったのかなと、うんうんうん、なんかそんな記憶がありますね。確かに徳谷さんそうですね、なんか我々のなんかやれることを一旦並べて100本ノック的な本になりそうな最初そんな気配でしたよね。そうですそうです。でその、 あの構成で出してたけども、あの小野さんがこう、まあ、過去に使った企画書のテンプレートを見せてくれて、で、まあ、こうなぜこの本を読みたい人がいるのかみたいな、そこのストーリーを作んなきゃいけないんだっていうところで、あの、まあ、マッキンゼのレポートなんかを使ってあの DX に成功している企業はあの 16% しかいないんだとか、あとなんか経産省が出してるあの DX のレポート2020年の終わりぐらいかな出てたのとかを使って、今こう日本の中ってデジタルトランスフォーメーションを求められてるけども、うまくいってる企業は少ないんだっていう、まずそこのなんていうのかな、あの危機じゃないけどうまくいっていないっていう、ここのファクトが出発点において、でそんな中でもなんか我々は企業の中でタブローという BI ツールを使ってうまく回してる成功事例をいっぱい持ってます、これを見るとうまくいきますよみたいな、そんなストーリーを作ったらなんかうまく転がりましたっていう、そんな感じですよね。うん、やっぱりネタをなんとなく並べて眺めてきた見たときに、今ここに映してるスライドみたいなキーワード、誰に対して何を訴えたいのかみたいな、 そこをなんか考え始めて、一応それを企画書としたっていう感じですね。そうするとね、なのでちょっと議論があった記憶がありますが、じゃあタブローブループリントっていうのを前面に出すのかみたいな話もしながらですね、そもそもタブローっていうのを出すのかみたいな話をした記憶もあって、結局私たち経験してるのはなんかユーザー育成だったり基盤の整備とかデータ周りの環境整備みたいなところとか、いろんなそういう情報源になりそうだなと思ったときに、それって断片的にやるよりは何かに整理されたものの方は読みやすいし、ターゲットも明確になるんじゃないっていう話があったと思いますね。うん、そこがあったんで、やっぱりこうバラバラっとしたなんかこう経験ノウハウよりも体系の上に載せた方がなんかこう浸透しやすいっていうところで、あのタブローブループリントのこうフレームを借りようみたいなこんな感じでした。うんうんうん、確かに。という、なんとなくここに表示されているキーワードっぽいものが並んだ企画書を、用意して、日本能力協会さんのところで出せるということに突如なったっていうので私たちがざわついたっていう本当に書くことになっちゃったよっていうことになります。なんか実はこの本ですね、3月1日に発売になったんですが、結局今の話題で企画書がどうこうしてたよねとかいろんな議論したよねっていうのは、それを遡ること2年くらい前になっちゃうんですね。お正月を2回越したという、はい、エピソードがあるぐらい結構長い間、はい、準備をしておりました。ということで、そんなことを経て出版することになったんですが、あの
結局ブループリントっていう軸にですね、まあ、寄せながらとかそれに沿った形で内容を、書いていきました。でせっかくなのでということで私たちそれぞれですねこの章ごとに、まあ、メインの担当者を決めてそこだけではないんですけどいろんなところにオーバーラップしていろんな記事をこう双方で書きあったりしてたんですけど一応章ごとに代表者を立てて、構成をしていったっていう感じになります。なので今日3人いるので、それぞれから、まあ、まあ自分が担当したところも含め他でもいいですがぜひこの章のこんなところを見てほしいなっていうのをですね、それぞれいただきたいんですけれどもどうしようかな。徳谷さん前半結構いろんなところ書いてて徳谷さんどうですか最初。ですねどうしようかな。もう自分のところを言ってもあれなんですけど私実は4章コミュニティの木村さんのパートがすごく私には今革命が起こってるんですよ。どこもタブローアンバサダーやられてるじゃないですか、うんうん、でなんかいろんなところでこの資料が会社の中を一人歩きしてどんどん膨らんでいったみたいなことを言われてたと思うんですけども今あれと同じことがうちの会社で起きてるんですよね。うん、で同じ携帯のプログラムそのデータセーバーまでいかないんですけどもちょっとこうスコープを小さくしたプログラムをこう社内で作ってで、まあ、あるこう事業ラインのところで幹部に握ってそれを3ヶ月のブートキャンプで走らせたらすごい好景になってでじゃあ次別の事業ラインでやってやってみたいな感じで今すごくスケールしてる感じなんで本当にここの、まあ、4章で書かれてることって会社の中でこの BI ツールを普及させていくのにスケールするパワーがあるでそれがまあ一社だからできたわけじゃなくて違う会社でもやっぱスケールするなんかメソッド的なものになってるんで本当になんかかなりすごいんじゃないのかなっていうふうに実体験を持ちながら、思っているところです。ありがとうございます。すごいですね。なのでもともとなんかヒントにしていろいろこう準備されてたっていうのは聞いてたのででもそれがすごく形になってるのはすごいですね。おかげさまで、はい、ありがとうございます。荒木さんどこか一押しポイントを挙げるとするとどんなところですか。そうですね、なんか一つ裏話的なことを言うとこの5章の中で一番修正ポイントが多かった箇所が私の担当する2章だったっていうところなのでいや本当大変でしたっていうところをお伝えしつつ多分1章2章あたりで書いてあることって結構他の DX 本にはないような内容が盛り込んでたりとか、まあ、もちろん3章4章はもう完全にこの本のユニークな内容となってるのですごい楽しめるんですけどなんか他の DX 本とはまた違う視点で見えるのかなと思ったり、あと結構この5章の中で一番重要なポイント、個人的なポイントとしては、結構ガバナンスっていうところがなんか BI ツール使ってると、なんかおざなりになっちゃうところをちゃんとケアしてるので、まあ、このあたりをよく読んでもらえると、著者としてすごい嬉しいです。はい。ありがとうございます。では私としてはということで言うと、私はですね、4章のコミュニティっていうのを、まあ、一応4章のリーダーとして取りまとめました。で、中身書いたところでいうと3章のスキルなんか育成系のところとかコミュニティ活性化4章に、まあ、そこにわたって、まあ、いくつか担当しました。で一押しというところでいうとそうだな、まあ、今日残念ながら参加で都合に参加できてなかったですけど、まあ、ユーザー会このユーザー会立ち上げたりしている古川さんっていう方がいるんですが、ここのコミュニティのところでですね、私が紹介している社内でですね、アイアンビズ、ビズのコンテストをやりましたっていう実例を紹介してたりします。でそこで実は古川さんは、社内とグループ会社大会みたいなそのビズコンテストですね、すごくこう勝ち上がり制でいろいろやったことを紹介してるんですが、その古川
君、実は社内予選で優勝、グループ大会に進出して、グループ大会でも優勝してくれてたので、すごくこう、なんか本人もやりがいがあって、すごく嬉しいみたいなことも、当時も言ってましたし、いい経験になったっていうこともすごくこう言ってくれました。なんかその辺のですね、実体験、私の実体験で、私にとってすごく成功体験というか、盛り上がったなっていうことを、そのままありありとやったことが入ったりするので、その辺のですね、コミュニティの盛り上げの一つのやり方、アプローチ方法っていうのは、ぜひ見てほしいなっていうのと、実際にその、タイムアタック的に短時間で作ったビズをですね、その本にもイメージ図としてちゃんと載せてたり、そういったところも生々のやったことっていうこととして、ぜひこの中で見てほしいなというふうに思っております。はい。であとですね、一押しポイント、まあ、一押しって選ぶわけじゃないですけど、全体的にこの1から5の章の中で、ここに照らし合わせて見ることができる、まあ、ブループリントっていう、まあ、タブローまで用意しているそのブループリントっていうドキュメントがあるんですけれども、なんかこう私の経験上はブループリントに沿って何か頑張ろうっていうよりは、今自分たちができていることとかやってることってブループリント上でいくとどこに当たるんだろうという、なんかチェックしに行く、まあ、土台になるものだと思ってて、ブループリントに書いてる通りに進めることは多分ないし、それ結構無理があるんですよね。あんまりにもこう多岐にわたりすぎて。なんで、まあまあ今やってることとやれてないことのなんかチェックシート的にブループリントをちょっと眺めてみる。そのなんかこう、どう解釈すればいいか、具体的には何を打ち手とすればいいのかっていうのを、ぜひこの本の中にヒントがたくさんあるかなっていうぐらいの位置づけで、手に取っていただけるといいのかなと、はい、思うのが全体的な一押しのところかなと思っております。どうでしょう徳谷さん、この PR の仕方。あ、はい、いいと思います。先日タブローの木村さんもちょっと出られちゃったんですけども、うんうん、まあ、聞いた話によると、やっぱり今タブローのいろんなユーザーさんの中でもなんか嬉しいことに話題になってるんですよね、うん、で話題になって交わされる会話っていうのが、確か今木村さんがおっしゃったその、まあ、うちここできてるけどこれできてないよねみたいな、なんかそういうことがなんか会話になってるんで、本当我々の意図した通りっていうのかな、なんかいい感じにいろんな人に使っていただいてるっていう、まあ、そんな感じはしますねっていうところです。うんうんうん、はい、ありがとうございます。荒木さんとか何かあります？この本のなんか使い方とか利用シーンこんな感じじゃないかみたいなところで。あ、そうですね。あ、木村さんのおっしゃった通り、なんかヘルスチェックに使ってもらえるといいかなと。なんかいきなり PI ツール導入ドーンってやるような企業さん多いんで、なんかそういった意味だと、なんかまずは戦略からっていうような、なんかところが刺さるんじゃないかなと思うので、はい、なんか全量読むよりかはなんかピックアップして読んでもらえるとなんか役に立つんじゃないかなと思いました。そうですね、なんか弱みかなと思うとこちょっと補填するためになんかいいやり方ないのみたいにちょっと見に来るみたいな、そんな感じがいいかもしれないですね。そうですね。はい、ということでいろんな紹介と中身をのここで文章を紹介することができてないんですが、ぜひぜひ興味を持っていただけたのかなと思いつつも、ということで本全体でもいいですし、最後にいや、なんか出版に関わる何かこれちょっと聞きたいんだけどみたいなのがもしあれば、何でも答えるコーナーとか来ましたが、多分全部は答えられないですが、大体のことはきっと答えられるコーナーとしてご質問をお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。あ、多いです。一つお伺いしてもいいですか。どうぞ。はい、誰が何を書くっていうのはすごいスムーズに決まったんです。結構なんかここが書きたいっていうポイントって誰かと変わる気がしたんですけれども、一人一章ずつ綺麗に役割分担書かれてすごいなと思ったので、そこら辺なんかエキサスとかあったら教えていただきたいです。すごく大変でしたね、きっと。そこって今思い返すとカテゴリーが綺麗に決まってて、じゃあ俺やるよってすごくこう決まったわけでは実はなくて、まあまあリーダーは決めつつも、そのリーダーが全部書くというよりは、その中でどういうコンテンツ書けそうっていう洗い出すっていうですね、
ネタ出しの期間が結構苦しかった思いがありますね。で、章によっては、なんか章立ての割にはなんかコンテンツ少なくねとかですね、ここだけ随分集中しちゃってんじゃないとか、そもそもこのネタ2章じゃねえよなとかっていうのが結構6、7人いる中でですね、オンラインでわー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 言ってっていう時期がだいぶありましたよという感じ なので、スパッと決まったわけじゃなくて、みんなが持ってるネタって結局何よと、一旦全部出してよみたいなのを整理整頓するっていうのは結構大変だった記憶があります。ありがとうございます。じゃあ結構編集の方に持ってく前に一文着って言い方があるですね。なんかじゃあいろいろ苦労されたって形なんですね。ありがとうございます。なんかこの、まあ、この章立てかなと思った時にこれにぶら下がってあの書けるものが何でっていうのを一旦ざーっと一覧にして、その一覧にした一項目ごとにどんな内容になりそうかっていうアジェンダみたいにまず書き出してみる、箇条書きの一斉に書き始めるみたいな時期があって、それを双方向でレビューして、じゃあこれでじゃあこの章を編集さんの方とやり取り始めようかみたいなのを順次こう詰めていくみたいな、そんな流れだったですね。ありがとうございます。なんか飲み会のノリのレベル超えてますね、そこら辺まで入ってくると。すごい修行のような戦いをしながら出筆されたんだなってことが伝わりました。ありがとうございます。今のきれいにまとめて話すそうですけど、どっちにしても ほぼみんな執筆素人なので、そういう意味ではあの最初に紹介した経験のある小野さんが、まあなんでしょうね、プロデューサーとして結構、みんなのまとめる、まあ、小野さん自身がどの一つの賞を持ってはいないんですけど、全体のこうプロジェクトマネージャーをしてくれたっていうのはすごく助かった、うん、うまくいったコツは小野さんのマネジメントにあるかなっていうのはあります、うん、素晴らしい。あと結束力でしょうね。誰かしらがもう無理だって言ったら多分進まなかったと思うので、そこはやっぱり黄金期のメンバーの方々のこう絆も深かったんだろうなって思いました。ありがとうございます。それはあの全然きれい事じゃなくて、あの音信不通になって心配になるっていうのを徳谷さん何回も経験してるって。木村さんがなかなか連絡が取れなくて、スラックもつながらメッセージャーもつながら会社メールによって返信が来る、そんな時期が。そうなんです。あの私が結構多かったですね。ノーリアクションで、あれ大丈夫かなみたいな思いを皆さんにさせてしまって申し訳なかった時期が結構ありました。すごい自虐ネタで、すいません、ありがとうございます。あとはさっき他の皆さん、荒木さん触れたけど、はい、第 2章あたりは本当に考慮直前で別物に変わりましたよね。そうっすね、はい。第2項、2項、3項ぐらいって、あれこれ最終項に次なんじゃねっていうあたりで激変した覚えがあるな、2章は。あの、脱稿後に書き直しましたね、しんどい。脱稿後ってもう出版まで1ヶ月とか2ヶ月とか、それぐらいの時期ですよね。あ、そうですね、組版とかで、うん、はい。結構形になっちゃってから直したっすね。はい、すごい仕事しながらすごいですね。いや、そうですね、なんかアプレンティスの試練より大変。はい。そうなんですよ。あれ初稿構成が終わったタイミングって PDF 上に修正点を書いて出版社に返すんですけど、あの2章だけ1回ワードに戻って返したから。え、2章って徳谷さん書かれたんですか？荒木さんがリーダーやっていただいたところが、やっぱりちょっと構成のバランスが良くないから一回戻して、うん、すごいガラッと変えたんですよ、うん、まあ、めちゃめちゃ苦労しましたね。すごいですね、ありがとうございます。武井さん、なんかしゃべりそうでしたけど大丈夫ですか？いいですか？どうぞ、ぜひお願いします。ちょっとすごくベタな質問になってしまうんですけれども、書き上げて出版された時のそのお気持ちってどうだったんでしょうか？皆さんの手に渡ったっていう
なんかですね、はい、まず、まあ、書いた人には発売結構前に自宅に届いたんですよ。今回は、まあ、執筆陣多かったから1人にだったら2冊かな、まず事前に届くのは、それを見た瞬間非常に不思議な気持ちになりましたね。 なんだかよくわからないです、初体験すぎて。でなんかね、現物を見て、あ、なんか本当に出るんだなと思ったよりも、やっぱり結構インパクトがあったのは、なんか Amazon に自分の名前入れて検索引っかかるっていう経験がすごく嬉しかったですね。素直にそれが、あ、なんか世の中に出るんだっていう実感したのは、やっぱ Amazon 検索で引っかかった時かなと思いますね。あ、すごいことになっちゃったと思ったですね。荒木さん、どうです？そうですね、まあ、ぶっちゃけると、なんかサンプル2冊届いた時あんまりなんか書いた実感なくて一番実感した時が、そうですね、Amazon の、データ見た時ですかね。なんか Chrome の、エクステンションであるんですけど、なんかモニタリングした時にこれぐらい売れましたみたいなグラフが出るやつを見て、おおって思ったのと、なんかその3日後ぐらいに、振り込みが発生した時に、あ、なんかすごいことになったっていう、はい、実感を得ました。ちょっと汚い話でしたね。すごい実感がですね、はい、今からこれからどんどん広がっていくと思うんですけれども、広がっていくときに、どんな方に読んでいただきたいですか、これから。これ、徳谷さん、会社でいっぱい買ったんでしょ？会社で買いました。170冊ぐらい買いました。それってどういうふうにこう、まあ、配ったというか、どういう扱いをしてるんですか、社内では。見てほしいかどうかでいうと。2つの目的で買ってるんですね。で、1つはうちの会社、タブローのリセールパートナーをしてるんで、まあ、マーケティングとか営業の販促アイテムとして使ってるっていうところが1つです。で、あともう1つは教育目的で、まあ、なんていうかな、SE がもうタブローの技術も学ぶし、そういう文化系も学ぶ、そういう土壌ができてるんで、でちょっとこう本をバッて大量に配って、で一度こう教育をして、まあ、こういうふうに考えるといいんだよみたいなことを、一回やって、まあ、そこで、まあ、大量購入をしましたという、そのところになります。なんかやっぱり誰に見てほしいかっていうと、まあ、今タブロー使ってるけど、この使い方できっとまだ足りないんだろうな、本来はもっと広められるんだろうなと思って、悶々としてる人って多分いっぱいいるんだろうなと思ってるので、なんか その人たちがすごくキラキラな状態になるのどうせ厳しいので、なんか一個でも 次のアクションのきっかけというかヒントになるぐらいでちょうどいいんじゃないと思ってますね。だからね、まあ、何もこう COE 的にこう浸透する人みたいなのに読んでほしいかって、まあ、それは当然読んでほしいですけど、一ユーザーでもいいし、なんかコミュニティに参加してる程度でもいいし、なんかコミュニティ活性化する、あ、目的ってこういうことをやりたいんだみたいなの気づいてほしいっていうのが、なので触ってる人みんな見てほしいなっていう感じは私はしますけどね。そうですよね。だから、まあ、私、その上司数部門なんで、まあ、よくその DX だ、データ活用だ、BI だって、まあ、上司数部門に降りてくること多くって、でも、こう、大体上司数部門って機関システムの面倒とか 見させられてる人たちだから、うんうんうん、なかなかそっち系に行けなくって苦労することって多いと思うんですけど、うんうん、まあ、なんかこう自分が苦労してきたものを同じように苦労するんじゃなしに、まあ、世の中に先に苦労してる人がいて乗り越え方も変えてるから、まあ、そういった人たちが読んで、ここでもなんかこうスキップして前に進めるといいかなっていうように思います、うん。ありがとうございます。僕この組織っていうところが、今結城さんの話聞いてて、あ、
割と管理者向けをターゲットにされてる本なのかなって思ってたんですけど、もうなんか触ってる人は誰しもっていうところが、確かになんか読んでいけばその通りだったんで、意外にあの僕の想定してたターゲットではなくて、もっと広いんだなっていうところが、はい、話聞いてて面白かったです。ありがとうございました。はい。ではその他何かいかがですかね、皆さんから何でもいいんですけど、ご質問あればいただきたいですが、いかがですか。うん、はい、では第3部も一旦これで締めたいと思います。お三方、本日は誠にありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では戻ってきましたね。戻ってきましたねって言っちゃいました。はい。はい、ありがとうございました。今日のメインイベント、以上で終了、以上というか、はい、なので終了となります。ここから、ゆるく、はい、酒飲みましょう。あと、メインしたいと。さっきから飲みたい、飲める人は、はい。はい。はい、あ、綾原さん、多分もう録画 OK かなと思うので、ありがとうございました。おい。